コンスタンティノス・パレオロゴスは、東ローマ帝国皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスの自死、先生皇、帝位継承候補。教地帝ミカエル9世、パレオロゴスの同母帝。1294年に先生皇に助せられ、1319年にはアルバニア・バロナの行政官となる。1320年、おいで境地ミカドのアンドロニコス3世が、 恋愛問題から実定マヌエル先生校を誤って、殺害すると、父アンドロニコス2世はこれを拝着し、代わりに、コンスタンティノスと、その日着出し、ミカエルカタロスを、定位継承候補に据えた。翌1321年、半期を翻した、アンドロニコス3世との間に内乱が勃発すると、コンスタンティノスは、父の陣営に加わり、テッサロニキの行政官に就任する。 しかし1322年、アンドロニコス三世によって捕らえられて、トラキアトシディリモティコンに拘禁され、その場で修道士となることを余儀なくされた。彼は内乱が集結した後も修道士として、つがなく生き、1334年に亡くなった。なお、息子、ミカエルのその後については知られていない。コンスタンティノスは二度結婚しており、どちらの妻も、 エウドキアという名前であった。これらの結婚からは子供が生まれなかったようである。息子ミカエルカタロスはカタラという名前の女性との間に生まれたもので正式の結婚ではなかった。ありがとうございます。